ゆなです。ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は筆箱紹介です。イエーイ。今から私とゆなちゃんの筆箱の中身を紹介していきます。どうぞ。はい、じゃあゆなから紹介していきます。はい、マーベルの筆箱です。マーベル。私は結構カラーペンとかいっぱい入れるんで、大容量の筆箱を入れてます。ここにはいつもハンドクリームを入れてます。女子力で、これは学校が制服なんで名札をつけるやつです。じゃあ中身を紹介していきます。はい、じゃあまずはカラーペンです。1本で2色あるんで結構便利で、いいな。蛍光ペンになってます。社会とかは色分けがすごいんでめっちゃ使ってます。はい、次は鉛筆です。これは友達からもらってめっちゃ可愛いんで、これだけ小さくなってもまだ使ってます。鉛筆は授業が6時間なんで、鉛筆は6本は必ず持ってくようにしてます。続いてこちら、カメラではありません。こちらは何だと思いますか？なんだろうな。注目はこのレンズです。あ、鉛筆削り。正解。これ鉛筆削りのカメラの形になってます。めっちゃ可愛い。でね、ここにユニコーンが隠れてるんですよ。ユニコーン。続いて定規です。これは友達にもらったピンクラテの定規です。こっちは三角定規と分度器です。三角定規とかのこのインクがバーってついてるのがめっちゃ好きでお気に入りです。続いてはハサミですね。糊とマッキーペンです。黒のボールペンはお母さんに勧められてサラサ使ってます。次は修正テープです。続いて消しゴムです。マッキーペンとかと一緒で使いやすさ重視してます。続いてコンパスとボンドです。最後に私の大好きなお気に入りの付箋です。これめっちゃ可愛い。のサラリーマンです。これはもう付箋を探してた時にパッと見て、ママこれ買うって即買ったものです。他にもいっぱい種類があるんで皆さんも探してみてください。以上です。はい、じゃあ次私の筆箱の中身を紹介していきます。私はまず2個持ちです。じゃあまずこっちから紹介していきます。じゃあまずカラーペン。これは一番最初の筆箱紹介の時にも紹介したシリーズです。無印良品、細くて書きやすいです。次シャーペンです。これが本当に普通の紫のシャーペンです。これはボールペンとシャーペンに付いてるやつで、ここがシャーペンになっていて、あとは黒、黄緑、赤です。はい、次マーカーです。紫と黄緑、オレンジと青、黄色とピンクです。次カラーボールペン。かわいいですよこれ。羊のショーン。かわいい羊のショーン。これは優先でお父さんが撮ってくれました。とりあえずかわいい。あとこれは取り外しできるんですよ。次これペンなんですけど、友達に貸した時にわざわざ返してくれる時にありがとうって書いてくれたんですよ。可愛いなと思ってつけてます。次ハサミ。私ハサミ3本持ってるんです。え、友達にいつ貸してもいいようにっていう。めっちゃ優しい。これは5年生ぐらいの時に買った通常のハサミで、これはまあ普通のハサミです。でこれがキメカにタンプレでもらったんですよ。で、あとはその糊、修正テープ。それでこっちの筆箱の中身は以上です。次こっちの小さい方の筆箱を紹介していきます。これは保育園入る前からの幼馴染と色地で持ってて、ここのシールとか開けたところのこのシールを学校で一緒に貼りました。こんな感じです。まずここですね、付箋なんですけど、スマートにシュッとしたいので付箋をここに貼りました。中身は普通の定規です。次普通の写真です。で、次これシャーペンです。で、あとはこれ普通の黒のボールペンです。ふるさつの人です。で、あとさっき言ってた羊のショーンのカラバリがピンク、赤、紫、青で、あとこれは消しゴムです。これ最初に筆箱紹介の時のこのくらいの大きい消しゴムをずっと使っててこれになりました。すごい。そして最後、大切なお友達にタンプレでもらった消しゴムです。で、あと裏はこんな感じで、私の好きな紫で、あといい匂い、いい匂いしますか。以上です。せーので、せーの、これです。これです。大切な友達からもらったものとか、こういうのを友達と一緒にお揃いで買って大切に一緒に使ってみたいな感じの思い出が欲しいです。私はこれです。付箋です。これめちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっと私探してみます。可愛いのとかあったら皆さんぜひ探してみてはどうですか。はい、
この動画がいいと思ったら